花尾弥郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。ということでですね、今日は本当に真夏のようなね、いい天気でございますけれども、気持ちがいいですね。連日ライブのですね、高橋真子さん、早速こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎日ライブで大変でしょう。いや、そうでもないですね。好きなことやってるだけですから。今日ウルトラマンは光ってますね。そこカラータイムはね、今日も今日はね、ラジオをお聞きの皆さんはね、お分かりにくいと思いますけども、はい、首にね、まあ、こっちの首ウルトラマンのね、ライトが光っておりますが、はいはい、それクリーンに、はい、そうです。いいイオンが出る、ね、そうですね、ね、はい、そういう感じでですね、今日も楽しくやってまいりましょう。松下俊美さんでございます。こんにちは。はい、こんにちは。おはようございます。どうですか、四国の方は。ああ、もう真夏日で。真夏日です。うん、でも楽しかったです。そうですか。4日間、四国ね。四国ね、温泉と、温泉山も。もう山と川しかないんでね。それがいいよね。それしかない。それがあればね、他はいらないもん。なんかありすぎるよね、やっぱり都会は。うん、でたまに そういう温泉とかいろいろあるんですか。温泉ありますね、近くに。うん、車で10分ぐらいで。なるほどね。うん、そこ行きました。毎日行ってました。それ温泉センターみたいなこと。温泉センターじゃなくて、そこはホテルの、うん、一角っていうか、ホテルのお風呂が温泉なんです。だから地元の人はちょっと安く入れるっていう。あ、そうなんだ。そうなんです。いいね、500円。500円。はい。いいね、銭湯値段で。サウナもあるし。サウナもあるし。そう。ね、いい感じでですね。はい、遊んできました。ありがとうございました。やっぱたまにはいいんじゃないですか。お母様が高齢らしいですね。高齢、94歳ですね。94で携帯で電話してくるらしいからね。スマホでね、いつ帰ってくる、いつ帰ってくるって、もう毎朝6時ぐらいから電話が。うちの母はね、やっぱりもうちょっとダメっていうか、いやまだあれですけども元気でいますが、やっぱ記憶とかがちょっと薄れてるんで電話かけられないのよ。それいいね。でもね、こっちからかけちゃダメなんですか。いやいや、今施設にいるからおそらくわからないと思うんだよね。僕の名前も覚えてないんじゃないかと思う。でも顔を見たらね、絶対思い出すかもしれないね。忘れにくい顔だもんね、僕も。で、前に行った方がいいですよ。ね、ということでですね、今日はね、もう素敵なね、待ちに待っておりましたけども、素敵なゲストをご紹介いたしましょう。新井武さんです。こんにちは。どうも、はい、こんにちは。どうもご無沙汰しております。いえいえ、前何回か、ね、そうですね、はい、ね、なんかますます色つやがよく、うん、なんかね、ね、やっぱりばあちゃんが言ってたね、いろんなもん全部気のせいっていうのね。お、ということでね、新井さんですけども、新井さんと真子さんが、はい、一緒にやるっていう、ブルースボーイズ。ブルースボーイズ。として出るの、これ初めてなのかな。初めてっていうことになりますよね。のような気、初めてだと思いますよ。ねえ。うん、こんだけやってて。ねえ。そうですよね。うん、だライブはね、いっぱいやってるわけだから。はいはいはい。初めましてってわけじゃないわけね。そうですよね。だけど、こういう空気の中では、初めてかな。ね。だから、地方の時はなんかあったけどね。一回か二回なんか。はいはいはい。でもね、楽しみしておりますけど、はい、皆さんもね、本当に楽しみだと思いますけども、まあ、新井さん、ちょっとあんまり、あれかな、ちょっとしばらく、あ、それ、その件ね。うん、そうなんですよ。まあ、本当にね、よくよく考えたら、結構勝手に、うん、まあ、自分で思って、こう、我慢できなくなったら、うん、もうそうしちゃうタイプなんで、ほう。まあ、もともと、一番の原因は、はい、人が多くなりすぎちゃって、ちょっと疲れるなっていう。ああ、それありますね。簡単に言うとそれなんだよ。はは。で、若い頃からそういうのがあってね。で、それがどん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 年取って、はいはい、だんだんこう、なんつうのか、我慢ができなくなってきたっていう。はは。だから、今日もね、まこちゃんとこう、一緒にやって、
まこちゃんやね、あとブルースボイスとか、あの、イズキューとかね、いくつか固定のバンドがあるんだけど、その皆さんとやってるのは楽しいし、ね、それが嫌になったわけでも、もう決してなくて、その前後の、普段の暮らしの中がちょっと疲れちゃったから、なるほどね、うん。だから、あの、なんか、いろんなところでね、私もはっきりこう、なんか言ってないから、うん、ホームページもでも、そろそろね、だってスケジュールいつも出してるのにさ、うん、7月のあるところからスケジュールが何にもないのに、うん、っていうのもおかしいじゃん。だから、はいはいはい、ね、だからちょっとまあ、そういうことで、ちょっと遠くに行くので、はいはい、っていうぐらいしか言ってないからさ、うんうん、だからいろんな引退かとかさ、はい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 、なんか、ちょっと病気かとかね、うんうんうん、狂ったかとかね、うん、いろんな話がこうあるんだけど、まあ、簡単に言うと、まあ、そういうことでちょっと都会を離れたいなと。だから自然がいっぱいあるところで、まあ、音楽はぼちぼちやりながら、はい、まあ、手動かなくなったらまあやめるけど、はいはい、とりあえずまだ大丈夫なんでね。まだ通うわけにいかないからね。そうですよね。実は俺があの、どっかのね、うん、向こうのあの、何、石油王の息子だったとか、そういうんだったらさ、もう自家用ジェットでさ、毎日通ったっていうのは、へでもなんともないんだけどさ、ね、そういうわけにいかないので、ということなんです。あ、なるほどね。でも、なんていうかな、そういう気持ちって、僕なんかも、僕は田舎育ち、新井さんもともと深川かなんかの、うん、ん、あ、江戸生まれですよ、ね。江戸っ子ではなくてね。あ、そうなんですか。まあ、両親、親父が長野だったもんで、それが出てきて、俺は東京で生まれたから。うん、なるほど、ね。うん。俺が生まれた時には周りで、てめえバカ野郎、この野郎っていう、そういう世界のところでね、育っちゃったから、はいはい、まあ、口が悪くなっちゃったんだけど。そんな、なんか自然の中でどう、真子さんやったりは。俺は東京好き。だから、あれだよ、大好き。そういう人いるわけじゃない？それはもうその人の勝手でさ。まあね。で、VV バンド時代から、やっぱりあれだもん、なんかそういうインタビューっていうかさ、記事なんかの、あれがあって、取材があって、うん、で、宇崎さんはやっぱりネオンがないと嫌だっていうわけ。うん、で、俺はその時から、はい、俺はやっぱりどこっていうのはないけども、うん、そういうアスファルトでね、囲まれてる、ビルで囲まれてるよりは俺、木があって、うん、あの泥のところがいいっつったら、うん、お前、本当かよとかって俺に言ってるわ。俺より若いのに本当かって、本当かって言って、本当のこと、何がいいって言うから俺本当のって言ってんじゃん、みたいな。ねえ。そういうね、こと、僕、田舎育ちなので、わかる気がしますけども、いいよ。やっぱりね、うん、そういう自然の中っていうのは。で、枯葉を燃やしてさ、はい、ね、その中にいろんなものが入ってるから、はいはいはい、なんかこう、焚き火の匂いっていいな。気持ちよくなるんだね。なんかもう帰りたくないのみたいなね。特に北海道はね。ね、いいよ。ね。いいよ、ちょっと前には猫をちょっと手伝ってて、はいはいはい、ね、久々に。猫っていうそのバンドですね。そうそう、グループ、ね。先輩。大先輩の。で、昔、ダウンタウンの時はほら、もう荷物のように行ってさ、パンってやって、ホテル泊まって、またパンって帰るね。はいはい。宅急便みたいなもんじゃん。はい。だけど、そうやって回ってたらさ、やっぱり北海道も自分らで車でこう動くわけですよ。はい。そうすると、小学校の時に習ったね、うん、夏の道東の方なんつうのは、まさしく、習った草原がぐーっとあって、うん、その中は道がぐーっと。ってこうまっすぐあってさ、ね、CM とかでもよくそういう感じがありますね。そういうのがやっぱり行ってみるとね、はい、いや本当いいなと思うね。うん、だって人より牛の方が多いんだよ。うん、道東中標津とかあの辺は。実は僕何年か前に屋久島に移住を考えてたんですよ。うんうんうん、で屋久島行ったんですけど、うん、鹿と猿と人間が同じぐらいなんですよ。うんうん、いいよね、数がね、うん、で屋久島行ったん、でいろいろお金もないのに見たんだよ、うん、で敷地内に小川が流れてるからね、うん、で南側はもう温泉っていうか、まあ、要するに海岸のとこにもう湧き出てるんだから、いいね、それはそれで、ブーゲンビルはビリアが咲き乱れ、うん、北側はまあ雪がね、うん、だから山の島みたいなもんだ、ハワイみたいなもんだ、そうですよね、ハワイ島のね、北とこっちみたいな、雪から全部ある、うん、だからね、でもそういうふうに思ったんだけど、その時はちょっといろんなことがあって、うん、行けなくなっちゃったんですよね、うん、
そういうふうに思ったこともありましたけど、まあ、だからタイミングもあるじゃない、そうですよね、たまたまそんなんでね、はい、協力してくれる人がそっちにいたから、はい、ちょっとその、まあ、寒い方へ行って、はい、まあ、寝てたらなんかね、ある夢でね、お前は勝手なことばっかずっとやってたから、うん、まあ、ちょっとあの寒いとこ行って頭冷やしてこーいみたいな、お告げがあった。お告げがありましたが。ということでね、もう笑いさん来たらね、もう話ばっかりになって1時間すぐ終わりますから。もうライブもずっと話してますから。ということで、ちょっとこっちいただきましょう。何か。なんか曲いきましょうか。リクエストとか、まあ、あのメールファックスも来てますが、うん、あの後ほど紹介しましょうか。もうこれはじゃあ今の新井さんの気持ちですかね。そうね、ピカピカの1年生お友達100人できるかなこれまこちゃん歌入る？俺は入んない。あ、本当、うん、じゃあ行ってみますか。タイトルはどうにかなるさ鎌田さんでね、あの素晴らしい、もちろんね、うん、あの曲がいいんですよ、ね、でも新井さんの声はもう僕昔から好きなんですけど、あのこう歌をうまく歌うとかっていう人たくさんいるじゃないですか、はい、あの
じゃなくてね、僕ね、新井さんの声質が好きなんですよね。声質、うん、声質はね、うん、声質って言うよ。いや、あのね、やっぱ歌って声質ですもんね。いや、でもあの若い時はね、はい、本当に、ね、薄くてペラペラで高い、結構高いって、高くて音が出るってんじゃなくて、細くてさ、はい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 、そういう声だから、はい、すごい嫌だったの。はあ、で、ブギーバンド回ってる頃、シングルの部屋で、ね、マイ、あの枕にさ、だって、ってやって、その頃ほら、お酒も飲めなかったから、はいはい、わーってやって、これでしたら、あれかな、少しいい感じになるかなと思って、起きたらまた、ほーってなってるの。声が、あの、若い頃はね、僕もね、すごいハイトーンだったんですよ。うん、だからやっぱりそういう声質だとちょっとこう、まあ、例えばジョーコッカーだとか、そうそうそう、そういう声に憧れますよね。何者のねだりなんでね、はいはいはい、で床団の木村くんとかさ、はいはいはい、ずるいと思ってたもんね。あー、なるほどね。あの声だったら誰の曲、誰が書いた曲でもさ、うんうんうん、ね、床団の曲みたいになっちゃうじゃない、うん、あ、なるほどね。ね、その個性でね。そう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 、なるほどね、うん、それはずっと思ってますよね。なるほどね。今別にどうただ普通にこういう風になっちゃったみたいなね。なんかこう渋いですよね。気にしないで生きてきたらこうなっちゃったって。ねえ、そこら辺はあの高橋真子さんはどういう風にブルースボーイズってどれぐらいなりましたか。10年ぐらいだよね。10年いや、そんなに、うんうん、だって今そんなにですか。127と2人の年齢の合計、まあ、年齢の合計がバンド名になるっていう。そうそうそう、127ですよね。104ぐらい。そう、4とか5とかで、その前もあったからね、七種のゴンベの時に、うん、そうなんですか。うん、はは、だから随分思うね。ね、ね、だってどうしよう、名前どうしようってさ、先生と生徒とかさ、タッケイ&マコトとかさ。タッケイ&マコトよかったね。タッケイ&マコト。ちょうどあの、そのタッケイがどうのってやってね、はい、やってる頃に、はいはいはい、ただあのおばさんたちが、バカじゃねえのって。ですよね、みたいな。ねえ、もう山田さんも喜びじゃないですか。もうね。本当結構長いんですよ。もう長いですね。じゃあそうすると、うん、であのいるからってわけじゃなくて、うん、やっぱりあのね、その頃からまこちゃんにもさ、電車の中でね、うん、こういう泣いてダーッとか言ってさ、言ったらまこちゃんが、あ、じゃあこういう本読んでみればって、それがきっかけでね、うん、俺本なんか読んだことない。もう見るのは好きだけど本、うん、いろんなまあいいや、うん、で読んだこと嫌いで、うん、でもそれからね、結構あっと思って勧められた本がね、なんか自分が思ってた言いたいことをそのまんま代弁してくれるみたいで、ね、気がして、でいろんな本を読んで、うん、そしたら自分の中で、まあ読んでだけですけどね、はいはい、あの疑問に思ってたことが、うん、ああそういうふうに考えたらつじつま合うなとかね、いろんなこと、うん、まあ要はだから真子さんからそういうのを教えてもらったっていう、うーん、年下なのにねえ教えてくれた、はあ、ですか。まあ、真子さんちょっとやっぱり僕同じ年なんですけど、その悟り競争みたいなとこありますよね。何を言ってんの。まあなんか半分詐欺みたいな感じもあるけど、そうそうそう、なんか半詐欺競争みたいな。はいはい、あ、何よそれ。いやでもね、やっぱりそれでほら何かをやっぱり俺に教えてくれたっていうのは本当に感謝してるし、はい、うん、ですよ。あとギターのこともね、分数コードとかあんじゃん。あ、ね、すごいね。G こうやって全然、僕全然わかんないですよ。さ、こんなね、うん、で俺ベースの時は下こうね、はいはい、分母だけでいいじゃん、はい、じゃあベースじゃないんだから、うん、いやそこめんどくさいから D のまんまでいいよねって言ったら、うん、いやちゃんと入れてみたいな。そう、あのね、僕も全然できないから、もうそれで行きたいんだけど、あ、ちょっと違ってるよって練習してたらって軽くそうで、いろいろ考えてこうやってさ一生懸命押さえてるとさ、うん、なんでわざわざそんな難しい押さえ方してんのとかさ、うん、で人の努力をさコロって簡単にいやでもその辺もね、やっぱりいろいろ教えてもらいましたよ ね、うん、それで僕なんかもうなんかこう働けどみたいな感じで、で結構ちょっとブルースみたいなとこあったんですよ、ここ 4,5 年ね、うん、いろんなね、うん、別れとこもあって、うん、それで、ね、もう苦しんでたら
何が苦しいのって何戦ってんのとか言われてもう、まあね、いい加減やめたら戦うのとか言われて、うん、もうあとはまあ自分に ねどの戦いぐらいのそうそうそう、はい、だから、まあ、結局その辺は俺もねやっぱばあさんがね、うん、気のせいっていう俺が何かあっても、ね、熱あんのかお前つってさ、これペーって言って、何言うかなと思ったら、気のせい。基本的に気のせいなんですよ。なるほどね。ということでね、ファックス、メール、ちょっとお届けしましょうか。あ、僕の方から行きましょうか。ですね、これは金尾吉郎さん投げ銭 FM 音中ということで、晴れ晴れとした青空の下、皆様お元気でいらっしゃいますでしょうかという。昨日はジョジョ園で飲んでおりましたってやかましい。ジョジョ園ってなんて、ジョジョ園のね。いちいち店の名前やると。ねえ。昔行ったことありますけどもね、僕焼肉はもう何年も食ってないような気がするんだもん。なんとなく、ブルームード以来の新井さん登場で朝からワクワクとしておりますということで、ラジオで改め、上を向いて歩こうなど望めませんが、楽しいお話を聞かせてくださいということでよろしくお願いいたします。チャーリー佐藤さんからですね、投げ銭がこれ3万円、すごいじゃないですか。これ使えたらねいいんですけど、ね、なかなかこうあの、ね、使うことが難しい、ね、じゃあ松下さんの方からご紹介しましょうか。はい、金尾さん、誠さん、としみさん、スタッフの皆様、そして新井さん、こんにちは。小田原の青木です。青木さん、はい、今日も暑い一日になりましたが、年齢に負けずにお元気そうなので安心しています。毎回楽しい放送ありがとうございます。新井さん、今月21日に南林間ハイダウェイを友人と予約しました、はい、ありがとうございます。楽しみにしています。金尾さん、翌日がブルームードなので、うん、連チャンで、それ僕ね勘違いして、ね、なんかそうだったね、うん、その話ちょっと新井さんから後でご紹介いただきましょう。で、はい、22日連チャンで楽しみです、はい、お袋が伏せっていたためあまり自由が効きませんでしたが、うん、少し元気になったので、よかった、ねね、夏に向かって僕も元気に弾けたい気分です、はい、今日は風が強いです、はい、強いです、うん、風の中で踏ん張れるような、風の中で立っていられるような曲があったらお願いします。リクエストあったかな、そのよろしくお願いします。なんかね、風の中で風の中でっていう曲が立てるようなことがね、トマトが実ったらスタジオにお届けします。あのね、前もねトマトをいただきましてですね、本当美味しかった。預かってるまんまだ、そういえば。あの、あら、今の方、青木さん、青木さんって、あの、自分で農業をやられてるんだよね。ね、素晴らしいね。うん、たくさん持ってきてくれたもん ね、やっぱり普通に食べるものが美味しくいただけるというのは一番いいですよね。そう、やっぱ ねそこで取れたのをね、そうですよね、一、はい、年中あったらおかしいんだから。まあそうですよね、そうですよ ね寒いところであったかいところのものがあったらおかしいんだから、うん、そうですよね。そういうやっぱり自然のやっぱり四季折々の食べ物っていうかね、うん、そういうに接したいですね、はい、楽しみにしておきます。はい、はい、それでこれどうぞって。金尾さんも、あ、いいですか、こちら。はい、金尾さん、誠さん、としみさん、山田ディレクター、こんにちは。はい、こんにちは。表に出たくないとのことで我慢してましたが、やっぱり、キキさんも、うん、いつも本当にありがとうございます。うんうん、そして、新井さん、お帰りなさい。もしかしたら、木曜日のまだ2時15分からの頃以来ではないでしょうか。うん、そんなに来てませんでしたか、この番組。新井さんは、そう、1時間になった時は見えましたよね。ん、1時間番組な、今そうなんですけど、ね、最初はね、そうだ、15分から30分になったんですよね、木曜日の。ああ、なんか短かった時のなんとなく記憶にあるけど、あ、それ以来、じゃあそれ以来ですかね、うん、多分間違いないでしょ、ミキさんだから、うんうん、本当に楽しみに待っていました、はい、今年の日田での内夢さんとのライブものすごく行きたかったのですが、うん、皮肉にも浩二大内のライブが博多であったため伺えず、本当に残念でしたっていう、はいはいはい、いただきました、はい、今日の放送は全力で楽しみたいと思います、うん、リクエストはなしです、はい、とことん新井さんの音楽を楽しみたいです、はい、もちろんブルースボーイズも含めてです、はい、ミキさんありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、あとちょっと割愛しますね、はい、はい、そちらはあと、うん、これはですね、金尾さん、誠さん、としみさん、はい、
皆様、キキさん、そしてゲストの新井さん、こんにちは、はい、ということで、本日はダンディーな新井さん登場で盛り上がりますね。そうどんなお話が聞けますか、楽しみですということで、リクエストは、選べず、お任せいたしますということでね、よろしくお願いいたします。くれぐれも体調を崩さないように水分補給忘れずにということで、はい、音楽魂を愛する清水佳代子さんよりというね、ね、佳代子さんも元気になられてね、ね、ちょっと事故で大変だった方なんですよね。うん、2階から車ごと転落されたの。え、なんでまた？それの駐車場、立体駐車場の2階。よくあ、割とありますよね。うんうん、そこから落ちちゃったみたいな、あら、それが大変な事故だったんだけども、うん、今元気になられてね、この間もね、お会いできました。そうです、どこだった、湘南台のね、うん、少しねお話もできたし、うん、まあ、ライブの時ってあんまりお客様とお話することないじゃないですか。終わって大体ちょっと帰ったりとかなので、そうね、大体 夜が多いしね。そうそう、うん、で最近僕思ってんだけど、ライブっていうよりも、まあ、ライブちょっと1時間ぐらいで、あとも飲み会を年に何回かしようかなって、お客様と親睦会みたいなね、そういうのいいですよね。まあ、もっと極端に言ったらさ、はい、もうほら会社とかね、現金とか関係やん、もう日が出たら働いて、はいはい、日の入りで寝るっていう風にするんだ。ね、じゃあどうすんだよライブとかって、うん、ね、だから関係ない、日の出から昼までが仕事として、うん、昼以下は、ね、うん、全部その人の好きなように時間を過ごせばいい。うんうんうん、だからお昼からうちらはお店でやってると、うん、行きたい人は来いと、うん、ね、あ、なるほどね。で、そのチャージがどうのじゃなくて、はいはい、俺のとこ の、 そのさっきじゃないけどトマト取れたよとか、うんうんうん、人参があるよとかね、うん、サンマ取れたからやるとか、うん、米ちょっと重いけど米持って帰るかとかね、うん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 、それでいいんじゃねえのみたいなね。なるほどね。で夜になったらみんな静かに寝る、寝る、うん、寝るんだ夜寝るんですか。いや、ね、まあ、そ、寝るっていうのは眠るもある、まあいろんな意味があったよね。世の中平和になるんじゃないかな。ということでね、音楽魂を愛する清水佳代子さんよりということで、追伸、はい、新井さんに横浜ベイブルースをリクエストしても大丈夫でしょうかっていう、ね、ありましたね、これダウンタウンブギーバンドでしたっけね、ね、そういうのもそんなやりそうな気配させるなってね。こちらにもいます。はいはい、カナヲ吉郎音楽魂、カナヲさん、誠さん、としみさん、こんにちは。そして新井さん、今日のゲストですね、はい、スタジオでブルースボーイズ、127ですね、楽しみです。はい、こんな暑い日にやはり海です。新井さんにリクエストいたします、うん、The Water is Wide でも何でも結構です。カナヲさん、4日の横浜スモーキーライブ、暑いライブになりますね。今日も暑さに負けずにお過ごしください。はすみさん、あ、もうそろそろですね、今日は2日なんで、明日明後日日曜日6月4日、野毛スモーキーですね、横浜、はい、これは金尾城、高橋誠、松下としみということでね、はい、久々にあれじゃないですか、スモーキー誠さんもですね、ね、うん、あそこ日曜日音ちょっと出せるのよ。うん、あ、そうなの。上の店が休みだから。あ、そうなんだ。普段の日だとね、ちょっとやかましいとか言う、うん、こういうことラジオで言うとマジか。でも日曜日はね音出せるから、僕は割と日曜日やらせてもらってるんですよ。うん、まあでも土曜日にやってくんないとか言う人もいますけども、うん、野毛のあそこ場所どこでしたっけ？宮古橋の、交番の前ですね。うん、宮古橋交番の前 で、 ね、もう川リバーサイドでですね、お楽しみいただきたいと思います。ロンドンからもね、その日来てくれるのよ。楽しみ。ロンドンからわざわざ野毛に、ね、来日ですよ。ロンドンから、うん、俺その後ソロでもやるんだよね、コングリッツ6。本当に16日だったかな、スモーキー。あ、本当そうなの、続く、ね、うん、あ、そうかそうか、リクエストはいいただいてますか。ウォーターイズワイド、イエイ、ウォーターイズワイド、ウォーターイズワイド、でも何でも OK って。でも段取りがある、まあ、そう、段取りがね、段取りが、あ、曲やんないと思う。まだ1曲しか、ちょっとそうだよ。もう大体ライブじゃあ、じゃあこの一応ね、昨日まで関西もちょっと行ってたんですけど、はいはいはい、関西でもなんだろう、
あのブッキングしてもらうのにサポートしてくれるね、はい、あの関庵っていうギタリストと、はい、西野やすと、はい、それとか J&とかね、はい、あの何人かの人にいつもブッキングをお願いするんですよ。でサポートをお願いして、ほうほう、で行くお店も毎回同じではないけど、はい、結構もう何年も行ってるんでね、はいはい、で皆さんにやっぱり自分でちゃんと今回のねこの身の振りというか、まあそれは大げさだけど、はいはい、そういうのを皆さんにちゃんとお話ししてっていうんで、はい、その旅を今回やってきたわけです。なるほど、はいはい、でその時にやっぱりちょっと歌に乗せてね、はい、自分の思いを説明していこうかなと、はいはいはい、っていうのがあるんで、まあ、今いろいろねリクエストのお話いただきましたけど、すいませんまた勝手に、こんな曲を聴いてみようかな。さよならと書いた手紙テーブルの上に置いたよ。あなたの眠る顔見て黙って外へ飛び出した。新井さんのね歌、新井武さん今日本日のねゲストでお越しいただいてますけどもですね、これはさらば恋人という、そうですね、あのスパイダーズですね、坂井正樹さんが、ね、坂井正樹ソロのところですね、うん、なんかこうやっぱり昔の歌っていうのは色褪せないですね、なんか景色が見えるんだよね、風景がね、コード進行なんか一緒の曲なんかいっぱいあるんだけど、はいはい、ちょっとメロディーが違って、うん、全然景色が
変わるじゃん。はいはいはい。ね、やっぱ昔の、あの、曲作る人すごいですよね。すごいですよね。うん、はいはい。ね、だから、なんかこう、いつ聴いても新鮮なね、感じが。まあ、っていうか、聴いてる時の自分らの、うんうん、年齢の、はい、感受性のなんか強さみたいのが、はいはい、自分の中にこう、すり込んでいくさ、はい、記憶に残す、なんかそれもあるじゃないの、やっぱり。うん、ね、うん。確かにね。まあ、ブルース・ボーイズっていう、あの、グループというか、その、デュエットは、基本的には、そのオリジナルはあんまりやらない。オリジナルはやらないです。やらないで。ではね。っていう、あの、うん、ことで。CD ではね、4曲オリジナル出してますけど。あ、そうなんですか。うん、CD は逆にね。あ、そうですか。うん、へそ曲がりでしょ。ライブでは絶対やらない。絶対ね、あの、池地大橋のね、まあ、名前いいんでね。シャドウ、はいはい。シャドウの本田さんが、はいはい、俺が一人で、ちょっと苦し紛れにね、やり始めた時に、うん、なんか見ててさ、もう嫌になって心配になったんじゃないの、うん、で、あれちゃんさ、まこちゃん知ってるって言うから、え、まこちゃんってって、高橋まこと、もちろん知ってるけど、うん、じゃあ、あの、今度、さっき決めたその来月のスケジュール、はい、まこちゃんとやんな。やんなって言うからさ。いや、まこちゃんにじゃあ聞きますよ。え、でも俺から言っとくからってさ。そうそう。あ、それが原因、あの、それが始まり。始まりっていうか、はいはい、はい。本田さんから電話があって、うん、新井さんとやんなって。そうなんだよ。お互いに何をどうやんのよ、みたいな。そういう出会いがあるんですね。そうそう。うん、ね。でも、おかげさんでね、さっき言ったようにさ、いろんな意味でまこちゃんから教えてもらったこともあるし。はいはいはい。さんから教えてもらったこといっぱいありますよ、うん、俺も押し付けたことがよくてでもこの2人の感じっていうのはなんかちょっとだからこう面白い世界観ですよね。そうかもしれないね。きっと自分たちとじゃあもうよく分かんない。分かんないでしょう。分かんないよ。考えすぎじゃないの。気のせいですか。なんとなくでいいね。気のせいだねこれもね。ということでね。あ、先ほどの、おはがきというかあのメールの中で、うん、新井さんのライブスケジュールのことちょっとあの言われてましたよね。6月のハイダーウェイ。あ、それね、はい。そこ、ちょっとライブの予定をちょっとご紹介しましょう。そういうことでね、はい、あの、俺、7月が誕生日なんで、はい、本当は去年のね、65歳の霧のいい時に、それを結婚しようと、はい、ね、あの、思ってたんですけど、あの、自分のソロの CD、それも30何年ぶりに、セカンド。はいはい。だから30何年ぶりとか、もうサードはないなっていう。まあいいや、いいや。とにかく、そんなのをね、作んないかって言ってもらって、はい、で、それがやっぱり8月に出る予定は分かってたわけですよ。うんうんうん、で、その前にね、はい、レコーディングして、CD 出す前にさ、トンズラはそれはいくらでもないよな、したら、レベルの、そりゃないですよって言うから、それは当たり前だよなと思って、じゃあもう1年、ちょっと頑張ろうかなって、もう本当にこう、この3、4年が、どん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 そのさっき言った人混みの前がこういう中でこうプレッシャーというかね、うんうん、あんまりそういうふうに見えないかもしれないけど、はいはい、うん、だからでまたあのその頃から北海道一人でも行くようになって、うん、ほうで、まあ、知り合いもできてね、はい、でみんなやっぱり向こうの人ってやっぱりもともとほらあの開拓で行ってるから、あのあったかいんですよやっぱり、はいはい、仲良くやろうっていうね、なんかそういうのが感じられて、でそういう人が多かったからたまたまそこ行こうかなっていうふうにだったんだけど、うん、まあそんなんで、うん、ね、うん、7月でそれをあの引っ越しを引っ越そうかなと思ってるんですよ。だからあ、そうです、うん、6月いっぱいまではライブやろうと思って、はいはいはい、もう今6月になりましたね、でその CD のメンバーで出した時、うん、去年からやろうかなと思ったんだけど編成が厚くなっちゃって、はい、自分が4人 でやってるんだけども、結構な編成になってね、なかなかできないと、うん、したらあのそのサックスのボブのね、はい、お母さんが怖いんですよ、うん、ね、うん、あれさんやんないのって言うからさ、うん、何をって言ったら、うん、CD のメンバーでやればいいでしょって言うからさ、うん、いやだってほら編成替えだから4人でやればいいじゃんって言って、うん、はいって言ってね、うん、それでまああのボブも地元なんですけどね、南林間のハイダウェイという、はいはい、南林間ハイダウェイですね、うん、あのそれが6月21日になりましょうか、水曜日なんですけどね、はいはい、その日にその CD のメンバーメンバーで4人で、ほう、頑張ってやります。あ、それは楽しみですね、うん、そのことだね、青木さんが言われてたのね、そうですね、ちょっと僕勘違いして、そうそう、うん、だからそのメンバーで言ったら最初で最後ですね、うん、
なるほどね。ヒロさんとやったりボブちゃんとやったりはしてるけど、うん、関根麻里ちゃんがそこに入るっていうのは本当に初めてなんで。なるほどね、うん、もしね、あの6月21日、はい、水曜日ですけどね、南林間ハイダウェイですね。そう、みんな木曜日は仕事休んで休んで、ね、あの近所に宿を取って、うん、どっからでもロンドンからでもどっからでも来なさい、ということでね、それで6月22日はこの音楽魂のライブということでですね、これはこれ6月22日、これは月、あの、汐留ブルームードですね。うん、ね、ということで、ジャズの大野恵里さん、吉田よし子さん、はい、市川ジェームス洋二さん、あとは高橋誠さん、松下としみさん、金尾よしろうと、ん。で、ドラムが伊藤幸喜さんっていうね、こういうメンバーで、やりたいと思います。うん、築地、汐留ブルームード、これは6月22日、音楽魂、ボリューム、4ということになりますよね。お楽しみいただきたいと思います。ご予約もね、今できますし、電話予約ができるのかな。できますね。うん、よろしくお願いいたします、はい、ということで。それでまあ、2日間続くと、ね、いうことになりますね。21日は、南林間。ね。うん。ああ、じゃあ、そうだね。21、22にやって。うん、23日あれじゃない、金曜日でしょ、金曜日、うん、23日休んじゃえば23、21、25連休じゃん、みんなみんなってそれで、ね、おしゃれの人はちょっと頑張れば、まあ、そうね、ね、もうこの新井さんのねこういうノリが素敵ですよね、なんかね、ということでね楽しい、はい、それで、ね、なんか健康にあの気をつけられてるのあるんですか。なんも本当に、うん、もうあのライブやる前に腹減ってたらがっつり食って腹パンパンになってもやればやあの終わった時に空いてるし、はあ、あの全然ね、俺あのな、胃が痛いとかっていうの65年生きてて一回もないし、うんうん、そうなんですか。うん、そうなの。ほんで、はあ、そう、そのね、今年そういうふうに決断をしたのには、はあ、去年その CD もあるけど、そのボブと、うん、だからもうサックス吹きながら毎日のようにさ飲んでるわけじゃない、うん、飲みながら吹いてるでしょ、うん、どう見たら絶対どっか悪いと思うのに、うん、あれでも大丈夫なのよ、うん、毎年やってるっていうから去年の10月に、うん、俺も20年ぶりぐらいにね、うん、あのその健康診断を一緒に受けたの。へー、ね、だどっかあるかなと思ったら何にもなかった。そうなんですか。すごいですね。ただあの赤血球がちょっと少ないから、うん、あのこれ進むとね、うん、貧血になるから、あのやっぱり肉とかねレバーとか、うん、あのあとマグロの赤身とかねブロッコリー、まあ要は鉄分を少し気をつけて取った方がいいですよって、うん、でみんなに話したら、なんだお前血の毛は多いのに血は薄いのかよでバカバカな、あの辰巳なんかもうひどいよ、何言うかと思って辰巳さん、はい、マイクで、はい、じゃあお前洗いの悪いとこは顔と頭と心だなとかさ体の丈夫だからね、体の丈夫ね、なるほどね、本当ね、それもあったんでね、うん、やっぱり、まあ、お金はないけども、もしその、うん、はい、ね、しばらくして宝くじが当たりましたとかさ、はいはい、としても、うん、その時に具合が悪かったり気力がなかったりしたら、うん、今度できないんじゃないかなと思ったから、ではその移住というかね、引っ越しを、はい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 、思った時にやっちゃおうかなっていう、うん、まあそうね、あのそう思っててもできない人もいるから、はいはい、ね、そういう人にはちょっと、まあ、勝手に動いてて申し訳ないなとは思いますけど、うん、私の場合たまたま環境でそうね、うん、できるっていうのがあったんで、じゃあそういうふうにさせていただこうかなと。はあ、だからね、僕もすごい気になっていたんですけどね、うん、あんまりそのどうこうっていうね話をお聞きするのもねあれかなとか思って、あまあ軽くだからちょっと引っ越すんだよって感じ。そうですね、うん、なんかねまあでもいつまでもお元気でですね、新井猛さん、それ多分ね、でも周りは迷惑すると思うよ元気すぎるっていうね話も、それいいよね、すぎるぐらいが。まあね、でもいずれね、はい、やっぱ絶対っていうのは生まれたら絶対死ぬわけだから、そこには向かってるから間違いなく。そうですね、うん、で、あのなんか青木さんからリクエスト聞きたんで、ちょっと僕一曲やらせていただきますか。はい、あ、これコーラスに使って、僕はギターいいですよ。いやいや、いいよ、うん、いいですよ、うん、これコーラス使って、はい、
これってね、うん、コーラスに使ってって何を言ってるかというと、この4本のマイクをね、やってるんで、なかなかね、ということで、あ、新井さんとまこすちゃんがやるときも444ですよね、うん、あ、僕もね、まこすさんとやるとき444、先ほどリクエスト聞いてましたけども、はい、では風の中で盾をちょっとやってみますか、じゃあ入ります。これは父親の思い出の歌ということになっておりますけどもですね、はい、行きましょうか。夢の
しくても ときめきはいつでも ということで金丸四郎風の中で伊達リクエストに青木さんのリクエストにお答えしましたけどもですね、今日はお話が長すぎてしまいましたけどもなんか ブルースボーイズ行きますか、最後の感じでどうしようリクエスト、まあ、イマジンとかでもいいし、ね、イマジン行きますか、はい、暇じゃないんだよ暇人っていうねイマジン行きますか、ちょっとこれマイクをね、大体で真子さんのボーカルにこれを、うん、はい、あ、こっちは行きます、はい、僕はやる、いいよ、お、大騒ぎだね、いや、これはねこれはね、こう曲がるマイクと曲がんないマイク、あ、そうか、そうか、これは歌いに行く、I'm a dreamer.
ということで、今日はありがとうございました。ギリギリになってしまいました。新井拓さんありがとうございます。高橋真子さんありがとうございます。ありがとうございます。松下辰美さんありがとうございます。また来週、お会いいたしましょう。今日は、ダウンタウンブギーバンドの新井拓さん、おいでいただきました。 See you next time!